はいどうも、マシロチャンネルです。本日はこちらベースマン大宮店さんに来ております。今日はですね、久々にベースマンさん来たということで、新作の商品を見ていこうかなというふうに思います。で、この動画では公式グラブの新作のものと小物系で面白いやつがあったんで、そちらを見ていこうかなと思います。では行きましょう。はい、というわけで入ってきまして、こちらがですね、公式グラブということで、今回は3つ4つほど紹介できたらいいかなというふうに思ってます。で、とりあえず今最新のものっていうのを何個か聞いたんで、先にちょっと見ていきましょう。ではですね、一つ目が畠山の公式用ということで、箱が6個あるんですけど、今在庫5個のやつです。これが新しいやつということで、畠山のこの和牛のやつなんですけど、ちょっと金額が結構するんですよ。7万7000円するという公式用なんですが、これがですね、畠山のシリーズで少し柔らかい風に作られてる素揚げレザーのグラブとミットになってます。で、ブラックに単紐のやつがあるんですけど、これ全然力入れなくてもちょっと公式で動くんですよ。で、はめた感じもほぼ力入れずにちょっとこう動かせる感じ、全然力入れなくても、なので手に馴染みやすい公式用っていうんですかね、そんな風に自分は感じました。あとはもうこの革質を見てもらうと、はい、素晴らしい、まあ、7万7000円の革ですね。これがてのがこの内野手用、結構畠山さんのグローブって捕球面狭いイメージだったんですけど、これを結構開く、最近のっていうか開く形になってます。あとはこっち投手用、キャッチャーミット、ファーストミット、外野手用となってるんですけど、まあ、畠山といえばキャッチャーミット、はい、こちらですね。税込みで79,200円、もう8万円ぐらいします。これかなり高級なミットです。で、こんな感じです。シリコンのブラックにゴールド縁ですかね。で、まあ、補給面のこの感じを見ていただければいいかなと思います。あとはこの前もこの畠山のミットで紹介しました、閉じやすい、構造ですね。名前を出してみます。開閉しやすいモデルで、全然力入れずに握ってミットでまあちょっと動くぐらいなので、一般の公式用のミットだとすごい硬くてもう全然動かない、ガッチガチだと思うんですけど、触った感じ柔らかいなっていうのを感じるんで、ちょっとですね、畠山好きの方は注目してほしいかなというふうに思います。こちらが新作のシリーズになってます。では続きまして、この上見ていきますか。水のプロ、まあ、水のプロといえば皆さん王道のイメージあると思うんですけど、ダイバーシティブルーの水のプロですね。これを最近自分の動画でもちょいちょい紹介してて、限定品という感じなので、水の好きの方はダイバーシティブルーオーダーしようかなとか、定番品買おうかなっていうふうに思うと思うんですが、自分とゴリスポが以前オーダーしたのはこのダイバーシティのオーダーが始まる前だったんで、金の水のプロなので、今からオーダーすればこのダイバーシティブルーも選べるのかなというふうに思います。水のに関してはいろんなお店で紹介してるんで、水のがありますよという紹介だけにしようかなと思います。でですね、こちら1個下がってもらって、ローリングスなんですけど、自分が去年の夏使ってたのがプロプリファードという、カナディアンキップレザーを使用したグローブ、はい、このシリーズですね。これもちょうど自分が使ってた N6X っていうことで、はめた感じめちゃくちゃ軽くてけど革は強いっていう感じのプロプリファードだったんですけど、もう1個この HOH っていうシリーズが軽いモデルが出たそうです。以前触った時はちょっと重たくてしっとりしてる感じだったんですけど、まあ、ちょっと動画だと重さ伝わらないんですが、めちゃくちゃ軽いこの HOH が新しく出たということで、これちょっと自分初めて見ましたね、お店でも。重さ比べてももしかしたらこっちの方が軽いんじゃないかっていうレベルの HOH ですね。ぜひお店ではめてほしいかなと思います。で、こちらも新作なんですけど、グローバルエリートの公式の H セレクション03っていうタイプになってます。これがですね、どんな感じかと言いますと、これ見ると分かりやすくて、ここにちょっと見慣れないものがついてるんですよ。で、現物見るとここに紐があって、これを引っ張るとここに繋がってるらしいんですよね。そうするとこの中の指をここ入れた時にフィット感を上げれるというので、まあ、薬指リング的な感じになるのかなっていうふうに思うんですけど、この黒い部分ちょっと長いんですよね。いきますか。これちょっとですね、水野自分グローバルエリートあんま使ってないんで分かんないんですけど、確かにこの薬指のホールド感っていうのが上がる感じしますね。特に手がちっちゃい中学生とか高校生とか、まあ、大人の人でも手袋が S とかの方はちょっとこういう薬指リング系の、名前でいくとこれはアルファラインですかね、アルファラインかな、はい、これで薬指の締め付け具合をコントロールできるということで、 H セレクション03ですね。ぜひチェックしてみてください。カラーはラディッシュとブラックが今お店には置いてあります。で、
公式グラブはラストということなんですけど、ちょっとミッドで新しいのが入ったということで、これを見てほしいんですけど、プロステの森友哉選手モデル、これが最近入ったということで、ちょっとさっき説明してもらいました。片付けはしてあるんですけど、そのめちゃくちゃ柔らかいわけじゃなくて、ちょっとベースが作ってある感じなので、高校生とか新品の状態で買うよりもこのイメージがつきやすいかなっていう。これが森選手なんですけど、ちょっと軽く握ると少し動くんですよ。なので、まあ、公式をピッチャーのボールを受けていけば原型ができてて形がついていくっていうのでいいかなというふうに思います。やっぱり最初カチカチだと全然使えないと思うんですけど、軽くこう動くんですよ、片付けしてあって。なので森友哉選手のこれステッチがグリーンですかね、はい、これチェックしてほしいかなと思います。でですね、小林誠司選手モデルが3つ入ってます。このさっきと同じカラーの赤オレンジに黒ひもと、このワイン系に単ひもとオレンジに黒ひもが入ってます。これもですね、少し片付けがしてあって、めちゃくちゃ柔らかいわけじゃないんですけど、森選手と同じような感じでちょっとベースが作ってあるっていうんですかね、型のベースが作ってあると思うので、より片付けがスムーズに進むかなというふうに思います。ただまあすぐ取れるかって言ったらちょっときついと思うんですけど、原型が作ってあってちょっとこう動かしやすくなってるっていう片付け済みの公式ミットになります。プロステです。はい、今ですね、公式グラブを見たんですけど、ちょっと小物系見たいなということで、今撮ってるのが2月末、まあ、上がってるのは2月末か3月だと思うんですけど、今日自分練習があって半袖でやってたんですよ。で、もうそろそろ春近いかなということで、こちらを見てください。ローリングスの新しい半袖シャツになるんですけど、結構斬新なデザインで、ピンク、イエロー、グレーかなに、まあ、ブラックみたいな感じなんですけど、ローリングスの文字はこううっすら入ってるんですよ。これ R がめちゃくちゃ強調されてて、まあ俗に言うロケット弾みたいな感じですね。はい。まあ、自分もこれちょっと発想面白いなと思いまして、紹介していくと、カラーは一応3色入ってますね、1、2、3と。はい、なのでちょっとこれですね、春外で練習する人とかジム行く人とか自主練とか着てほしいかなと思います。自分が買うんだったらこのカラー可愛くていいかなと思います。好きな色が何色か入ってるし、あとあのディッカーズのカラーに似てますねっていうのがローリングスのシャツです。でですね、最後になるんですけど、小物ということでちょっと関連させまして、リストバンド、自分ぶっちゃけそんなつけないんですけど、中学生とかつけられないんですけど、草野球では一部色を変えておしゃれになるっていうことで、もしこの中で自分が買うならっていうのをちょっと何個か選んでいきます。好きな色とかではなくて、まずメーカーで自分行きたいんで、これとかいいっすね。クボタスラッガーの白にピンク、白は結構好きなんですよ。黒ベースというよりかは自分白ベースが好きなんで、このスラッガーのピンク刺繍とか、あとはこのベースマンのこの自分の好きなこの辺ですかね、緑とか黄色とか、この辺は結構自分好きですね。あとタイプでいくと、ちょっとこういう厚いタイプとこういう薄いタイプあるんで、まあ、その辺もですね、おしゃれと、あとはまあ機能性で見てほしいかなと思います。スラッガーなんかはこれ3種類ぐらい、分厚いのとちょっと普通のとめちゃくちゃ薄いのがあるんで、スラッガー豊富かなというふうに思います。あとはローリングスのさっきの、あ、ありますね、このさっきのロケット弾のがあるんで、ぜひチェックしてほしいかなと思います。これとかいいですね。あ、この辺もめちゃくちゃいいっていうのも入ってます。はい、というわけで本日はベースマン大宮店で新作の公式グラブミットと、あと小物類を紹介させていただきました。今回は公式ということだったんですが、また別の動画でちょっと軟式の店舗別注系の面白いやつがあったりとか、あの人気アニメのあれがあったので、またですね、紹介できたらいいかなというふうに思います。そんな感じで皆さんの気になる野球グローブバット等ありましたら、下のコメント欄で教えてください。気になる商品等も今後やっていこうと思うんで、ぜひコメント欄にお願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。イグリッシュ。そして2月のプレゼントはこちら、ハイゴールドの新ムートンを4名様にプレゼントします。新ムートン何が変わったかと言いますと、ロゴが新しく変わったそうです。3000円超えるムートン、こちらを4名様にプレゼントします。そしてもう一つはこちら、サブチャンネルで1名様にプレゼントしますので、同じ条件でやっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。当選発表は2月の28日に行います。たくさんのご応募をお待ちしております。イオリュッシュ。2020年12月オリジナルブランドを立ち上げました。こちら GS グローブ、内野手用と外野手用が販売されております。そしてこちらは GS スパイク、2つとも動画の概要欄からチェックできますので、チェックの方よろしくお願いします。